これよりいよいよ今日の試合のメインイベントをお届けします。バンタム級の8回戦、久高博之対大橋哲郎、年の差13歳差の対決がこれより始まろうとしています。まず入場してきたのは赤コーナー、久高博之35歳です。さてこの放送の解説は新生ジムの与那覇勇気選手とともにお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、この48戦と9戦というキャリア差を見ても非常に興味深い一戦になりましたね。そうですね、はい、この13歳差ですか、はい、なかなかないですもんね、こういうの楽しみです。そうですよね、はい。まあ、キャリアにしても9戦と48戦ですから、まあおよそ5倍以上のこう試合をこの久高はこなしてきたというそんな試合になります。そうですね。そして与那覇さん、久高選手は35歳、これが49戦目なんですが、まあ、負ければもう引退も覚悟しなくてはならないというそんなことも話していました。まあ、そうですね、そういうね、なんかやっぱ背負ってるものがでかいっていうのはね、やっぱり強いですね。なんかすごい気迫で来ると思うんで、はい、その辺も楽しみに見ていきたいと思います。はい、まさに後ろにはもう道がないという久高博之、そしてその久高に挑もうというのが新生ジムの若き22歳大橋哲郎。この大橋哲郎は前回の試合が、まあ、ユーススーパーフライ級のタイトルマッチだったんですけれども、そこで初黒星を喫したという選手になります。そして初めての KO を味わいました。与那覇選手も同じ新生ジムですけれども、大橋哲郎選手のその試合、まあ、初黒星となった試合というのはご覧になってましたか？はい、見てました。自分もその日に一緒に出てたんですけど、出てでその日のメインだったんで、はい、応援してたんですけどね、すっごいいい試合してて、で最後に、まあ、ダウン取られてっていうか、まあ、KO 負けしちゃったんですけど、はい、それまで本当すごいシーソーゲームっていうか、はい、どっち勝ってどっちになんかなんていうんですかね、主導権の本当どっちにも傾くような、はい、すごい試合してたんで、はい、あそこから、ね、1年経って今なんで、はい、今回すごいまた面白いものが見れると思うんで、はい、そこを楽しみにしてます。去年の10月にユーススーパーフライ級のタイトルマッチで高山に敗れたのが初めての敗戦、そこからの1年、やはり与那覇さん、ボクサーにとって負けから学ぶこの1年というのは非常に濃いものになるのではないでしょうか？あ、そうですね、はい、まあまあ今まで怖いもの知らずな感じだったんですけどね、全日本新人を取って、で、まあ、去年初めてその怖さっていうかそういうのを知って、そこからまた一つでかくなった大橋選手と、で、まあ、今回本日の試合はスーパーバイザー坂本選手のいろいろ世界挑戦とかして、いろんなキャリアっていうか、はい、怖さとかそういうの知り尽くした、その久高選手が、失礼しました、本名は久高なんですけれどもね。あ、そうなんですね、はい、リングネームが久高という。あ、そうですね、はい、久高選手のそういう、ね、怖さをいっぱい知ってる選手と、この若さと勢いのこの選手のこの違った戦いはすごい楽しみにしてます。はい、確かにそうですね。赤コーナーの久高博之です。117パウンド、すごいですね、48戦。2004年度全日本フライ級新人王、元 WBA 世界フライ級3位、元日本スーパーフライ級チャンピオン、 OPBF 東洋太平洋スーパーフライ級8位、日本スーパーフライ級1位、久高。負ければ引退も視野に入ると話していましたか、久高博之。負けられない一戦が始まろうとしています。いや、いい目をしてますね。あ、そうですか、はい、覚悟が決まったような、はい、すごいいい顔してます。2018年の全日本スーパーライ級新人王、元日本スーパーフライ級15位、大橋哲郎。対するは2年前の新人王、22歳という若き
新生ジムの大橋哲郎。改めて今のこの経歴紹介を聞いていても、福高選手のここまでの戦歴、その長さ感じますし、逆に大橋選手のシンプルな強さというのも感じますよね。そうですね、はい、まあ怖いものし、まあまあ一回大橋選手は負けちゃいましたけど、はい、ね、まあ、まだ怖いもの知らずで勢い満点の大橋選手と、怖さを知り尽くした男と、はい、まあ、すごいめっちゃ楽しみです、はい。第1ラウンドが始まりました。キャリア49戦目、35歳の久高博之、赤いグローブです。そしてこれがキャリア9戦目になります。失礼、キャリア10戦目になります。大橋哲郎。解説は新生ジムの与那覇選手ですけれども、改めてこの試合、技術的なところではどのあたりに注目していきましょうか。大橋選手がまずスピードで序盤から攪乱すると思うんで、はい、でそれに久高選手がどう対応するか、いろいろ引き出しは持ってると思うんですよ、はい、前にも行けるし、でカウンター取ることもできると思うんで、そのどういう選択するかも見ていきたいです、はい、確かに序盤から見ていても、いきなりこの大橋の速さというキレというか、それが炸裂しているような印象もあります。そうですね、はい、まあ、久高本人が話していたのは、大橋のその若さとスピードと勢い、それに負けているようではもう自分の時代が終わったんだなということを感じるということも話していました。ただ自分にはそれをいなすだけのキャリア、引き出しの多さがあると、そういうふうにも話しています。そうですね、今この久高選手の立場から見ると、このスピードを測っているというか、どんなもんかなみたいな、はい、まあ若造見て、来いよと、はい、そんな感じのなんか入れたちですよね、何か少し余裕も感じますか。そうですね、なんかのらりくらりしてて、そんな感じしますね。大橋がこれがキャリア10戦目、そして久高がキャリア49戦目ですから、およそ5倍の試合数をこなしてきたという久高です。その中には世界挑戦が4回ありました。ただいずれも敗れて、世界タイトルにはあと一歩手が届かなかったという久高博之。すごいですね、4回挑戦してっていう、やっぱりそのキャリアっていうのは、やっぱいろんな選手っていうか、いろんなタイプの選手を知ってるはずなんで、はい、それっていうのはすごい武器だと思いますね。そうですよね、はい、まあ、そしてつい最近では日本タイトルの防衛戦にも、失礼、日本タイトルの、まあ、挑戦権ですね、挑戦権をかけた戦いにも挑んで、まあ、負けたという中で、それでもまだボクシングをやめられなかったと、やっぱりボクシングが好きなんだということを話していました。まずは序盤出だしを探っていく中で、この辺りから久高も手を出していきますね。そうですね、ボディいいですね、久高選手。あ、そうですか、はい、で大橋選手は大橋選手でしっかり足使って素早く動いてるんで、どっちも、おお、そうですね、どっちもいいところ出てますよね。あ、そうですか、はい、持ち味出してるっていうか、どんどん速さで動いていく大橋に対して、それをいなそうとしていく久高。ただ第1ラウンドの後半にかけては久高も手を出していきました。さて改めて与那覇選手の目から見て、第1ラウンドはいかがでしたか。そうですね、最初その大橋選手がスピードでこうかき回そうとして、で、はい、それをじっくり久高選手が様子を見て、1ラウンド後半からじゃあ俺の番だっていう感じでこう仕掛けていった感じですよね、はい、まあ、互角ですよね。なんか非常にこう仕掛ける若きホープと、それをまずはじっくり見てやろうというその、まあ、年長者独特のこう落ち着きというんですか。そうですね、はい、非常に第1ラウンドからその特徴が出てましたよね。はい、そうですね、面白いですね、すごい。さあ両者まずはこの試合に対する姿勢、どう戦うかというところを見せ合った中で第2ラウンドです。ここからだんだんまた動いていくんじゃないですかね。まずどちらが仕掛けていくでしょうか。やっぱり今基本的に大橋選手がもう先に先手先手で行くと思いますし、はい、お、今も行きましたけど、はい、まあ、大橋選手は常にそういう感じで行きたいですよね。仕掛けていくというような形でしょうか。はい、主導権をどちらが取っていくかという第2ラウンド。
貫通、うん、大橋選手もここは距離を徐々に失礼、久高選手も詰めていきます。左のジャブ貫通、狙っていました大橋、いいカウンター入りましたね。はい、今のはもう狙ってたと見ていいですか。そうですね、よく練習の時からよくやってたんですよ。ああ、そうなんですね、はい、自分もよくそのこの間の試合に向けて大橋選手とよくスパーリングしてたんで、はい、ああいうのよく出してました。ああ、そうですか、はい。まあ、その実際大橋選手とスパーをする中で与那覇選手が感じるこの大橋選手のストロングというのはどのあたりですか。あ、やっぱりもうスピードですね。スピードって言ってもいろんな種類のスピードあるんですけど、はい、フットワークのスピードとかパンチのハンドスピードとかいろいろあるんですけど、もう全部ですね、その手のスピード、足のスピード、横に回るスピードとか、そういう全体的なスピードがもう突出してます。あ、そうですか、はい。全てが速いというのはどうなんでしょうか。対戦する側からするとあれガードしたはずなのにすり抜けてきているとか、そういう形なんでしょうか。そうですかね、そう。あとこのなんていうんですか、瞬間移動っていうか、いきなり横にピッてこう消えるっていうか、へえ、そういう感じですね。なんかただ相手からしたらこう混乱すると思いますね、初めて戦う相手からしたら。なるほど、いつの間にか視界から消えているというような感じなんですか。そうですね、はい。近づいて右が入った、右が入りました。あ、カウンター入りましたね、はい、いやこれありますからね、すごい上手いですね。やっぱり思い切って出てきたところをどうですか、はい、今のは久高も狙ってたと見ていいですか。いやだと思いますよ。一気に攻勢をかけていきます。すげえな。キャリア49戦目、35歳の久高博之、受けているのは10戦目、22歳、大橋哲郎。まさにベテランと若手、足が動くなら広いとこ行った方がいいし、動かないならもうクリンチかなんかしてごまかすしかないですよね、はい、大橋選手は。残り30秒です。ただ大橋も返していきます。あ、いいですね、気強いですね。ただ久高も狙いすましての右、あ、これ厄介ですね。もうむやみやたらに行くっていうより、こうちょなんかさあどうしようかみたいな感じで、はい、狙いすましてますよね。こうラッシュをかけるというよりは的確に当てているような印象。そうなんですよ、はい、うわ今もそうですしね。右のフェイクから狙いすまして右、この辺りの落ち着きいかがですか。いやもう久高選手は今の顔もそうなんですけど、はい、もう落ち着いてますよね。もうなんかさあ行くぞさあ行くぞみたいな顔してたんで、はい、はあ、やっぱすごいな。このダウンを取って一気に行こうかというところからもう一度ギアを落としました。そう、この表情ですよ。これもうこれなんか狙ってる感じの顔しますもんね。このカウンターが入って、うわ、さてまず第2ラウンド、その最初にダウンをもらった大橋選手の心境からちょっと伺っていこうかと思うんですけれども、今大橋選手はどんなことを考えてるんでしょうか。あ、そうですね、どんだけどんぐらい効いてるのかちょっとわかんないですけど、はい、結構焦ると思いますけどね、やっぱり序盤ですし、はい、で去年 KO 負けからのこの再起じゃないですか、はい、やっぱちょっと悪いイメージを引きずってないといいですけど、このラウンド。あ、なるほど、はい、前回の試合がキャリア初の黒星、そして初の KO 負けでした。そういうイメージがちらついていないといいなというようなところですか。そうですね、それで序盤で倒れたからそのまんまのリズムでいかないといいんですけどね、そこがちょっと。第1ラウンド、そして第2ラウンドもこう序盤は大橋が動いていって仕掛けていく中でもらったダウン、こうなるとどうなんでしょう、次大橋は仕掛けづらくなるものですか。そうなんですよ、こう先手取ってこうスピードで行こうと思ってたと思うんで、はい、そこをこう出鼻くじかれてのダウンなんで、行くに行きづらいですよね、やっぱり。そうすると今度は久高が攻勢を強めてきます。そうだと思います。自分の強みをちょっとこうなんていうんですかね、ちょっと生かしづらいっていうか、はい、大橋選手の場合はどうしようかなってまずなっちゃうと思うんですよね。確かに第1ラウンド第2ラウンドと比べて明らかにその動きが少なく小さくはなってきています。そうですね、まあまあ警戒するとは思うんですけどね、やっぱり、はい、ただそこをこうやっぱつけ入るっていう、そういう時こそこう詰め寄るうまさっていうのはやっぱり久高選手めっちゃあると思うんで、はい、まあ、今もやっぱりそうですよね、こういう動きにしてもこう何かもう一度入ってきたら打ってやるぞというような、なんかそうです、はい。決してこの大橋のペースに
合わせることはしないという久高です。淡々と淡々とこの大橋を追い詰めていきます。左のフックですね。なんか淡々としてますよね本当に。はい、大橋もボディを返します。いいから、ここはボディを返していった大橋。さあ距離が近くなる。右返す大橋、左のボディ、右、うまいですね。右ああやって当てるのもまっすぐ。どうでしょう、ガードをしているようにも見えるんですけども、大橋選手の顔に当たっているようにも見えます。大橋選手 の, あのジャブに合わせてなんかこうストレートをこう合わせたりしてますよね、はい、多分狙ってますね。ああなるほど、これはうまさと表現してもいいんでしょうか。うまいです、はい、了解ですね。キャリア49戦、世界挑戦は4度、かつては日本スーパーフライ級のチャンピオンでもありました久高博之。何度もこのボクシングをやめようと思ったことはあったそうです。ただその度に、負ける度に新たに感じる自分の可能性、もっとできると、そう思ってここまでボクシングを続けてきました。右、49戦戦ってもまだ見える自らの伸びしろ、その伸びしろを追いかけて今日リングに立っています。35歳の久高博之、負ければ引退、ね、そう話していました。どうですか、49戦なんですけれども、まだ見えない自分の可能性、その底。そうですね、もうこの動き見てたら、いやすごい、なんかこうやめようと思ったっていうのが思わなくていいぐらい強いですけどね。やっぱりそうですか、はい、本人もその負けた試合を見返すと、思ったより動けていたり、思ったより自分がやりたかったことができていたり、そういうのを見ると、あ、やめるのもったいないなと思ってしまって、まあここまで続けてしまいましたというふうに笑っていましたけれども、ただその根底にはボクシングはやはり好きだという思いがあるということも話していました。ラウンド4。なるほど、やっぱそうですね、もともとすごい、僕が見た久高選手を見たときはもともとすごいテクニックあって、はい、なんか天才みたいな感じで紹介されてたんですよ。あ、そうなんですね、はい、なんでもともとの能力も高い選手っていうイメージがずっと常あるんで、はい、僕は、はい、やっぱプラスキャリアもこう重ねてるからもうなおやったんですよね。そうですよね、はい、対する大橋からすると、まあ、超えなくてはならない大きな壁、自らのキャリアを考えると、ね、はい、ここはこの老快な久高を倒したというのは言いたいところですよね。あ、そうですね、これ乗り越えたらもうすっごいもうあれですね、可能性が広がると思いますね、はい、どうでしょう、大きな自信にもつながりそうですか。あ、なると思います、めっちゃ、はい、右のトリプルでいきました。うわー、うまいですね、これね、あれ多分サウスポーあれされるの多分だいぶ嫌だと思うんですよ。あ、そうなんですか、はい、それはどういった理由からでしょうか。まあ自分サウスポーじゃないんであれなんですけど、はい、まあ、よくこう人の試合とか見てたりこうなんていうんですかね、サウスポー不得意な選手が多い中、サウスポー得意っていう言ってる選手は大体あれ使うんですよ。あ、そうなんですね、はい、サウスポーのこと得意な選手は結構あれをやってて、サウスポーは嫌がってるイメージがある。これがボクシング歴20年という久高博之のボクシング、はい、ちょっと笑ってますね。そうですよね、久高選手ちょっと余裕が出てきたのか、楽しんでいるのか。あ、そうですね、なんかいった久高。でも大橋選手もいいですね、こうハートが強くて、やっぱり何かこう今笑顔を見てもう一度大橋の心に火がついたような、そんな感じもありますよね。そうですよね、こう右のフック、右のボディ、大橋選手というのはどうなんでしょう、新生ジムで同じ、まあ、ジムでトレーニングされてますけど、はい、気持ちの強さとか心の強さっていうところはいかがですか。あ、もうハートも強いし、そうですね、
こうひたむきにこう強くなりたいって気持ちがもう前面に出て練習、もうそれがもう前面に出た練習をしてるんで、いつも、はい、もしセンスも抜群だからそうですね、距離が近い、ショートレンジの打ち合い、右返すの、両者右で打っていきます、右の長いパンチを下して左、大橋選手もいいボディ打ちましたね、はい、入ってきたところで左、ただこの右が当たります、すごいですね、お互いこうもう自分の主導権を保って結構燃えてるっていうことを必死ですもんね、はい、面白いです、何かこう力ずくで持っていこうという大橋に対して、いやいやいや、そうはさせませんよというような、いや本当そんな感じですね、はい、はい、この右のトリプル、あれ絶対嫌っすよ、サウスポーはされたら、こういった引き出しがあるのがやはりボクシング歴20年、まあ、35歳で20年ですから、もう人生の半分以上をこのボクシングに捧げてきたという久高博之です。そうですね、なんかボクサーっていうよりなんか剣闘士みたいな感じですね、なんか、なるほど、はい、何かこうなんて言うんでしょう、がむしゃらにというよりは、なんか、はい、そうです、この今の顔を見ててもなんか本当に淡々としてるというか、普通なんていうんですかね、不気味ですよね、はい、大橋からすると相手の表情、その疲れですとか、はい、まあ、ダメージが全く見えないというところもありますよね、そういう底なしの怖さもあると思います、はい、第5ラウンドに試合が入りました、いきなり右、あ、今うまいですね、ただ大橋もその距離は許さないというような構えを見せます、いいですね、ダッシュ仕掛けていく、はい、やっぱこう持ち味を信じ切って大橋選手は勝負した方がいいと思います、第3ラウンドダウンを食らった直後のラウンドはちょっとこう今までの戦い方に疑問を抱きながらというふうにも見えましたけれども、そうですね、今もうちょっと開き直ってますね、いいと思いますよ、今ので足も多分動いてるんで、はい、はい、本来のやっぱり自分の持ち味で行き切った方がいいです、もう一度この試合が終盤に入る中で自分のボクシングに変えろうとしています大橋哲郎です、あ、いいと思いますよ、はい、行き切って、でしかもボディも結構打ってるんで、はい、あれ結構嫌なんですよ、やられるのは、あ、なるほど、はい、先ほど第4ラウンドは大橋の左ボディが見事に入るシーンがありました、はいはい、あれどんどん出してた方がいいと思います、フォアガードを固めた久高、右のジャブ、左のフック、この距離での左のフック3連発です、今度は右左ボディは打っていく大橋です、今厄介というお話がありましたけども、どのあたりが嫌ですか、あの右の連続でやってたじゃないですか最初、はい、で加藤あれ来たかと思ったら今度はあの左の連続ですよね、はい、そうそうそう、でもうこう前後左右こう横から中からとかいろんな場所から打たれるんで、はい、あれたまんないと思うんですよ、やられる側、あ、そうですか、しかもあれ表情変えずに不気味なちょっと微笑みながら来るじゃないですか、はい、あれはちょっとねやる方嫌だと思います、あっとここは大橋返していきます、いいですよ、はい、かなり近い距離で両者が戦っている、右左のボディから右ワンツー、こちらもボディで返していく、だが右、どっちもお互いの良さあれですね、出してるいい試合になってますね、はい、右のボディ、この距離から両者引きませんね、そうですね、はい、あ、右のジャブ、どんどんジャブ出した方がいいですね、大橋選手は止まんないと思うんで、このまま待ち構えてた、はい、ジャブで牽制しながらという戦い方が必要になりますが、そうですね、ジャブでもうシャットアウトした方がいいです、あ、なるほど、変にくっつかない方がいいですね、寄ってくるなと、はい、右のボディ、これも接近戦もめっちゃ強いんで、多分クラブ選手、はい、ああいう、立って右、よっしゃ、ただ引きません、クラカ、あ、うまいですね接近戦やっぱり、あ、そうですか、はい、いろんな角度からこの距離でもパンチが出ます、クラカ、そうですね、右、あとなんかこう体も分厚いですね、久高選手、あ、そうですか、はい、分厚いというのは接近戦にとってどんなメリットがあるんですか、多分やってる方は多分すごいパワーを感じてると思うんですよ、久高選手の、はい、パワーがありそうですね、あ、なるほど、うまさもあるしパワーもありそうです、その距離が取りきれなくてもちゃんと強いパンチを打てそうというような、そうです、そうです、あの接近戦で
ちょっとした隙間でもこう強いパンチが打てるですね。あ、あれこういったこのほとんどその引き代がないというか、そうですそうです、今のもそうですよね。それでも結構ガードメーカーでも嫌なだと思いますよ、食らってる方は。なるほど。ただ大橋も負けじと返しています。そうですね、今の左ストでも良かったですね。第5ラウンドを終えて非常に見応えのある試合が続いています。ただ第2ラウンドに大橋は一つダウンをもらってるんですよね。はい、そうなると大橋はそろそろダウンを一つ取り返さなくてはならないようなところもありますか。そうですね、どっかでやっぱ明確にポイントを手繰り寄せた方が、手繰り寄せたいですところですけどね。試合は第6ラウンド、このラウンドを入れて残り3つ。早いですね、もう面白くてあっという間に。そうですね、はい、序盤から両者がお互いのストロングを出し合う中での戦いが続いています。ワンツーボディー、ただこれを久高はうまく肘でガード、ただ左のダブルに入りました。上下の内訳、久高今度はボディー、セムフック金銭うまいですね。右ただ今大橋も狙ってましたか。そうですね、おお。両者入った、あ、いいですね。ワンツー、この選手はまっすぐが結構入ってますね。はい、はい、対照的に久高はどうでしょう、フックですとか少し変化をつけたパンチが当たっているような印象がありますが。そうですね、まっすぐでこういうボディ、はい、でボディの連打、左右のフックですね、角度つけた、左引かない、大橋も引かない、右左、ナイスボディ、上下の内訳、さあ今度は大橋の逆襲、この距離で両者全く引きません。右お、ジャブとこのストレート、はい、大橋選手は出していった方がいいですね。今の右のジャブ2発、少し久高が下がったようにも見えました。そうですね、あとストレートも結構パンって当たってるんで、はい、逆にフックとかよりもそっちで、今のストレートどうでしょうか。今のでいいと思います。少し後ろに体重が移動しました、はい、左のストレート、お、いいですいいですいいです、これでどんどん勝負した方がいいと思います。さあ今度はしかし久高も体をくっつけていく、右のストレート接近戦つき合わない方がいいですね。ちょっと左のボディ、右のフック、引かない、引かせません。両者打ち合う距離、右、ナイス、左のストレート、このストレートどうでしょう、かなりこのラウンド当たってますよね。当たりましたね今の、はい、このまっすぐでいいと思いますね、大橋選手。右のボディ、もう一度ボディ、今度はフック、佐藤選手もボディ上手いですね。上下の内訳、ただ大橋も返します。第6ラウンドは残り30秒、非常に濃密な3分間が流れています。左のボディ、右、距離が詰まる、右のジャブ、このジャブは今日この久高をよく捉えています。いいですね、ナイスボールですね。第6ラウンドが終わりました。いかがでしたか今のラウンド。あ、お互いそうですね、大橋選手はワンツー、まあ、ジャブがめっちゃヒットしてたし、はい、久高選手はこのボディとフックもう左右、まあ、いろんな角度のついたパンチで、はい、かく乱してましたね。この距離の久高のパンチの豊富さは本当にいろんなところから手が出ますね。いや、すごいですね、はい、そしてこのストレートで少し後ろ足、失礼、後ろにこう2歩3歩下がったりも見えましたけど、あれはどうでしょう、効いてると見ていいんですか、それとも勢い。いや、効いてはないと思うんですけど、あ、ただ見栄えはやっぱりすごい大橋選手にとっていいですよね。ポイントはやっぱり取りやすいと思うんですね、はい、さあすでに第7ラウンドに突入しました。22歳の大橋哲郎、35歳の久高博之、若きホープと道の先を行く熟練の久高、第2ラウンドで大橋はダウンをもらいましたけど、左
おー、ナイスワンツーですね、今の。後半戦はこの大橋も徐々にその戦い方を掴んでいるようにも見えますが、いかがでしょうか。そうですね、はい、自分のこう強みで戦っているように見えますね。はい、大橋にとっては前回がキャリア初めての敗戦、そこからの再起戦、再起戦の相手はキャリア49戦目ベテラン35歳の久高博之。その今、引き出しの多さ、キャリアの豊富さをリングの上で感じていることでしょう。対する久高博之、今日負ければ引退も考えなくてはならない、そんな悲壮な決意を口にしていました。いやー、でも悲壮なこと考えなくてもいいぐらい強いですね。あ、そうですか、はい。まあ、ですからこのあたりがやっぱり久高本人が話していた、もう戦うたびに自分の動きとか可能性を感じてしまうというところなんでしょうね。可能性だらけですよね。すごい、もうお互いそうだと思うんですけど、はい、はい、自分のボクシング人生は20年、35歳のうち20年このボクシングに捧げてきました久高博之。今振り返れば誇れる部分も、やめろと思う、早くやめろよと思う部分もあったと、そんなことを口にしています。その久高が仕掛けていく、右、右から左、さあ畳みかけに行くか、固めるガードを固める大橋、ただその上からでも打っていく、49点目の重み、拳に重さが乗る、力強いラッシュですね。ただ大橋も返します、返します。これが新世代だ。年の差は13歳、ただリング上お互い拳で会話をし続けています。ああいうラッシュしてる時のボディーって結構有効だと思います。ああそうですか、はあ、あのラッシュ止まると思います。あの何ていうか、ラッシュしてる時に打たれたら結構効くんです。もう一度ボディー、あ、いいですね、いいですね。ああいうのいいです。残り15秒、第7ラウンド、右のジャブ、もう一度右、大きな拍手が両者を包みます。この拍手こそ今日の戦いへの期待感、そして、まあ、両者に対する賛辞。このスロー、ラッシュのシーンですけれども、このラウンド面白かったですね。すごい、先にこう久高が動いていって、ただそれを大橋もこのボディで返していくという、はい、あれ良かったと思います。しっかりなんていうんですかね、ガードして、それでこうボディを打ったんで、ラッシュする側もちょっと嫌がると思います。はい、打ってなると思うんで、まあ、ラッシュをするとなると当然スタミナはかかりますし、ただその中での効果がどこまであったのかというところはちょっと気になりますか。そうですね、でもラストなんでね、はい、もうなりふり構わず来ると思う。まあまあお互いそうでしょうけど、多分 KO のチャンスがまた来ると思います。はい、両者が拳をがっちり合わせました。いよいよ最終ラウンドです。ベテランの久高博之、若き大橋哲郎、両者が描いてきたここまでの戦い、その結末までもうあと3分すでに切っています。踏み込んでのワンツー、左のボディ、このラウンドかなり大橋も積極的にいっているように見えます。右のフック、右、ただ第8ラウンドになっても大橋のスピードというのはあまり落ちませんね。そうですね、今のこの体の振りっていうんですかね、リズムの感じを見てるとまだ、はい、素早く動けると思います。長いボクシング人生の中で初めて味わった黒星、大橋哲郎、ただそれがボクシング人生のスタート地点になったと、そういうふうに後から振り返りたい、そんなことも話していました。もう一度タイトルに絡める位置へ、ここからもう一度ボクシング人生を始めたい、そう話していた大橋哲郎です。22歳、
キャリア10戦目。対する久高博之、キャリア49戦目。もうすでにあとはどう終わるかだということを話しています。22歳の若武者相手にキャリアの多さ、引き出しの多さ、今日ここまでは存分に見せてきました。すごいですね、若武者対荒武士って感じですね。荒武士ですか、はい、まさにこう近距離でバシバシ打っていく、その久高博之。若い大橋の勢いを今日ここまでは受け続けてきた久高。右、負ければもうボクシングをやめなくてはならない、ただ自分にとってボクシングは人生だ、そう話していました。すごい、そういうのが伝わる戦い方しますね。そうですか、はい、35歳にして20年以上このボクシングと向き合ってきた、その重みが久高にはあります。ただ大橋が返す、これが若さと勢い、いいらしいですね。譲れない、大橋にもここからもう一度ボクシングを始めたい、ボクシングキャリアをスタートさせたい、そういう思いがあります。対する久高、負けられない、もう後ろに道はない、両者が思いが拳がぶつかる。ラスト20秒、話してさあ10秒、すごいですね。ありますおぶしを通して互いの人生をぶつけ切りました。22歳の若武者と35歳のベテラン、リング上に人生模様が交差しました。いやすごい試合ですね、めっちゃいい試合です。足りないですね、もっと見たいですそうですね、はい、何か終わってしまうのが本当に惜しいような、そんな試合でしたね、はい、どっちもなんていうんですかね、背景というか背景も違いますし、どっちも、はい、でボクシングスタイルも全然違うし、なんかそれが交錯するめっちゃいい試合でした。残すは勝敗。メインイベント8回戦最低の結果を発表いたします。ジャッジ田中真一76対75、久高博之。もう割れましたね。ジャッジ森山正弘76対75、大橋哲郎。ジャッジ野田正弘76対75。以上2対1の判定により勝者赤コーナー久高博之。20年続けてきたボクシング生活、その49戦目、年の差13歳、その若さもスピードもいなしきって、また一つ自らのボクシングの道をつなぎました、久高博之。すごいいい試合でした。こちら第2ラウンドのダウンのシーンですけれども、試合全体を通して改めてこの久高選手のボクシングはどう映りましたか。いやもうすごい接近戦がうまいですし、なんかもういろんなうまさが詰まったボクシングを展開しましたね。それでは勝者インタビュー、久高博之選手でございます。まずは判定勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まあ大橋選手の頑張りがあってちょっとスキリがなかったんですけど、まあ、何とか勝ててほっとしてます。ありがとうございました。試合を振り返っていかがでしたか。まあそうですね、キャリアの方があるんで、うまいこと運べるかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと最終ラウンドでちょっと向こうに手数持っていかれて、ちょっとだいぶ7ラウンドで終わらせれたんで、ハチは逆に倒せるかなと思ったんですけど、向こうも盛り返してきたんで、ちょっと反省ですね、そこは。
相手の大橋哲郎選手はいかがでしたか。はい、本当にあの若い選手で、もう僕より一回り以上年下になるんですけど、はい、本当にこれからね、勢い乗ってどんどん上がっていく選手だと思うので、はい、頑張ってほしいです。それでは来年の抱負をお願いいたします。そうですね、まあ今日、まあ、とりあえず今日ね、あのコロナの中試合を開催することができて、そこに出させていただいて、本当に、ファンがあっての、ファンの皆様のおかげでお支援できると思ってるんで、そこは本当にありがとうございます。感謝いたします。はい、まあ、とりあえず、今日の一戦にかけて、頑張ってきたんで、またちょっとしばらく、家族とゆっくりして、来年のことは、ね、タイトルマッチできたらいいですけどね、もっと鍛えるところは鍛えて、頑張っていけたらと思いますので、応援よろしくお願いいたします。小高ひろゆき選手でございました。ありがとうございます。もう一度タイトルマッチに挑みたらいいですねというような言葉もありましたけれども、与那覇さん、もう一度この小高選手が日本タイトルに挑むというのは非常に見てみたいような気もしますね。あ、はい、思いました。はい、さあ、そして試合全体を振り返ってですけれども、大橋選手はどう映りましたか。もうそうですね、最初から大橋選手らしいスピードあるボクシング展開して、まあそれでダウン取られちゃったんですけど、それでもハート、強いハートで挑みに行ったところ、もうすごい、これからどんどんこれでまた強くなると思うんですよ。はい、はい、ダウンを奪われて前回の KO がちらつく中でも、はい、最後までこのボクシングを貫き通しましたね。そうですね、最後も最終ラウンドもこのラッシュですからね。はい、いやもう絶対強くなってまた帰ってくると思うんで、はい、また期待したいですね。この、まあ、偉大なる先達というべきでしょうか、年上13歳上の久高と戦った経験というのはボクサーにとってどうですかね。いやもうこんな強い選手とやっぱやり合えてたっていうので、なんかもう悲観的に、まあ、負けちゃいましたけど悲観的になる必要はないと思います。はい、なるほど、絶対小足になると思うんで。そして久高選手はこの先ですよね、まあ、50戦目ということに次がなるんですけど、いやすごいですね、まだまだまあ、自分でも言ってるんですよね、可能性が、はい、を信じてると、あ、もうありまくりですよね、本当にめっちゃ強かったです。まあ、まさにこう引退をかけた中で勝ち切ったその心の強さ、うん、そして技術の豊富さ、引き出しの豊富さを見せてくれました。さて、放送の解説は与那覇勇気さんでした。改めて初解説はいかがでしたか。あ、楽しかったです。はい、またなんていうんですかね、違った見え方もしたんで、はい、勉強になりました。はい、与那覇選手の次のまた試合、そして活躍も期待しております。はい、ありがとうございました。放送の解説は与那覇勇気さん、そして実況は服部雄飛でお届けしました。それではごきげんよう。ごきげんよう。